LM-33 は、かつて、ソビエト連邦のレニングラード市電で使用されていた、路面電車車両。同系の付随車である LP-33 と共に、同支電発の量産型ボーギー車として1933年から製造され、その開発の経緯から、アメリカ人という愛称で呼ばれていた。1930年代初頭、サンクトペテルブルク市電で、 大きな課題となっていたのは輸送力の増強であった。従来、市電で使用されていた車両のほとんどは小型の二軸車であったが、年々増え続ける利用客に対応するには不十分だった。そこで輸送力に加え快適性を高める抜本的な解決策を求め、レニングラードの技術者たちは海外の路面電車の視察を実施した。その中で注目を集めたのが、 アメリカ合衆国で普及していたピーター・ウィットカーと呼ばれる路面電車であった。ピーター・ウィットカーはかつてアメリカに存在したクリーブランド鉄道で考案された路面電車車両の形態で中央に設置された扉から乗車し前方の扉から降車するという形で乗客の流動性の向上を測り混雑を解消した大型ボギー車である。この車両をもとに開発が行われ、 1933年から製造が始まったのが LM-33 及び LP-33 である。LM-33 は、手電動機や制御装置、終電装置等を有し運転台が設置された電動車 LP-33 は LM-33 の後方に連結される運転台がない付随者であった。 双方とも全長は 15000mm、車幅は 2600mm で、従来の二軸車と比べて定員数は2倍に増加し、製造当初はソビエト連邦のみならず、ヨーロッパ全体でも屈指の大型路面電車車両だった。設計当初は、車体幅を 2900mm とする構想も存在したが、その際には、レニングラード市電の路線の改良や、 橋梁の新設など大規模な施設改修に多額の費用が必要となるため却下された。アメリカのピーター・ウィットカーは扉が前方、中央の2箇所のみであったが、LM-33 よび LP-33 は後方にも扉があり、中央扉から乗車した乗客は車掌台に待機する車掌に運賃を支払い、前後の扉から降車する流れになっていた。これにより、 従来の二軸車に比べて乗客の流動性が増した。初期の LM-33 の2両は終端にループ線が存在しない系統での運用を考慮し、両側面に乗降扉が設置された一方、3両目、4両目の車両はアメリカのピーター・ウィットカーと同様に右側面の前方、中央に扉が存在したが、 双方とも効率の悪さが指摘された結果5両目以降の扉配置は右側3カ所で定着した経緯を持つ。この扉配置は戦後に製造されたボギー車にも受け継がれた。車内の座席は中央部の扉を挟んで前方にはロングシート、後方にはクロスシートが配置されており、手荷物を有する客や長距離を乗車する客は主にロングシートを利用した。 製造当初の形式名は、アメリカを意味するが記載された MAPA であったが、冷戦により、ソ連がアメリカ合衆国と敵対関係になった関係から、後年にレニングラードを意味する L と製造初年の下二桁を用いた LM-33、LP-33 LP に変更された。1933年に作られた試作車は、 レニングラード市電の中央修理工場で製造されたが設備が量産に適していなかったことから主軍ナヤ通りで建設が進んでいた車両修理工場を路面電車製造に用いることが決まり1934年の工場稼働とともに量産が開始された製造は1939年まで続けられ創生産数は LM-33 が232両 LP-33 が262両だった。LM-33 と LP-33 による2両編成に加え、LP-33 をさらに増結した3両編成の運転も行われ、地下鉄が未開業であった時代にはその定員数を活かして、市電の輸送力増強に大きく貢献した。第二次世界大戦中に勃発したレニングラード、 包囲戦の際には一部車両の内装が改造され、負傷した兵士や市民の輸送に使われた一方、戦災により修復不能な被害を受けた車両については、全金属製の車体を有する LM-47、LP-47 LP に改造された。戦後もレニングラード市電を代表する電車として、長期にわたって活躍したが、 最初の車両が登場して46年目の1979年3月18日に実施されたさよなら運転をもって営業運転から引退した。この最終列車に使用された LM-33 と LP-33 は開業当初の塗装への復元が行われ、引退後も歴史的な車両として車庫に保管された。そして1997年。 レニングラード市電改めサンクトペテルブルク市電が開通90周年を迎えたことを機に老朽化した部品や機器の交換をはじめとした大規模な改造工事が実施され2020年現在も動体保存されているサンクトペテルブルク市電では2019年11月から中央通り沿いを走る観光系統の T1 系統の運行を実施しているが この運用に備えて2007年から2008年にかけて製造された路面電車車両をもとに LM-33 を模した心臓車体への更新が実施されている。車体こそ一部に機が用いられたレトロな外見を有するが、車内は Wi-Fi 通信への対応や充電用の USB コネクタの設置など最新技術への対応が行われている。ありがとうございます。